群馬の由美子です。こんばんは。今日は2022年6月21日火曜日です。梅の時期ということで毎年梅干しをつけています。もう市場に出回ってしばらく経ちますんで急いで買ってきました。でこれは普通にスーパーで買ったんじゃなくて農家に行って、買ってきてます。群馬で無農薬でやってるところの農家さんです。それで木熟梅って言って木で熟した梅って書くんですけど、もうこれ今日もがないと明日落ちちゃうっていうぐらいの売れたやつを買ってます。これちょっと高いんですけど洗わなくていいんですよ、無農薬だからね。これ洗って乾かすのが大変、スーパーのやつは。ということでこれで、とっても簡単な瓶干し梅干しを皆さんにお教えします。どうぞ作ってください。本当に美味しいです。あ、それ美味しいのはこの梅がいいからね、梅がいいからなんですけどこれだって熟してるから甘いんですよ、やっぱり甘みがある。これお金出す価値があります。でね、今日は今年はね塩にもこだわってみまして、なんかほらワクチン打たないお友達とかでできるとなんかいろいろ調味料とかにも皆さんこだわっててね、でお塩とかもなんかいろいろ違うんだっていうことでね、これいつもこういうシママースとかね、まあ、普通のお塩でつけてるんですけど、ちょっとね高いの最近買ったんですよ。これ750g で1000円以上するんですよね。ネットで買いました。このシママースとかいくら200〜300円かな、1キロでちょっと忘れちゃったけど、何が違うかっていうと、こっちはねなんか2年かけて作るんだってこれこの天日海塩はオーストラリアの塩田で海水を太陽と風だけの力で約2年間かけてじっくりと乾燥させた減塩を独自の方法で仕上げたお塩です。非加熱製法、他の塩と違い減塩を一旦水で溶解したりその海水を釜で煮詰めたり加熱したりしていませんね。でね、こっちはねシママース、これもねマグネシウムがいっぱい入ってて素晴らしいっていうお塩なんですけど、皇帝、妖怪、ひらがま、これが普通のですね、これも美味しいんですよ。だけど今年はね、まあ、ちょっと 味の違いをね見たいと思って2種類つけることにしました。それで準備なんですけど、こういうね梅干しつける瓶買ってきて、それで洗って乾かして、それでこの中にホワイトリカーを入れるんですよね。ちょっと入ってるでしょ。でこれをね見えるかな、こうやってまあ振ってこう、それでまあ消毒するわけですね。でまあもっとこう真剣にやってね、でこのパッキン蓋の方とかもね真剣にやってくださいね、これちゃんとね。はい、でこのホワイトリカーはこう入ったままで大丈夫です。このままつけちゃって大丈夫なんだって、農家の人に教わった。この5リッターの、これ5リッターなんですけど、これで3キロの梅をつけます。でお塩は 10% 300g、 これが天日海塩の栄宝のやつですね、1000円するやつね。それで、まあ、タオルでですねこの梅を拭いていきます。これホコリを落とせばいいだけなんですよね。農薬使ってないからそれでいいんですよ。いいでしょう。これを3キロで、そう、この無農薬のいいところはこう洗わなくていいところ、洗ってその水気を完全に取ってとかいうのが大変なんですよね。ああいうの嫌い、私、嫌いなことはやらない。それで、もう一つ何を、あ、そうそう、この、
この上等のお塩ですけど、これね 750g、 1袋 750g で1000円ちょっとするんですけど、前だったらね、あのこういうそういうお塩にそんなお金かけるなんてちょっとしなかったんですけどね。でもよく考えたら、そのお塩なんてそんなに減るもんじゃないし、それでミネラルが取れるんだったらいいな。で、あのあれですよ、減塩減塩っていうのをね、ずっと日本人やられてきたでしょ。あれはなんだかそのミネラルを取らせないためだっていうまたそのディープステートのよくやりますよね、彼らも。そういう話だって。あ、でね、このね、あれですよ、こういう肌が汚いでしょ、これが無農薬なんですよね。都会の方わかります？あの私は家に梅の木が昔あったんで、で消毒も何もしてないと、やっぱりもうもっと汚かったですね。あのもっとこう点々点点、これが無農薬なんですよ。だから肌は荒れるの、どうしても。でも全然味は問題ないですから、安心してつけてください。でね、これね、このあとととあのその農家の人に教わったんが、このヘタがあるでしょ、これをね、よくあの作り方の本なんか見ると、爪楊枝でヘタをちゃんと取ってとかね書いてあるんですけど、それしなくていいですっていう、ね、別にこれ ついたままつけちゃっていいよって。で確かにね、毎年そうやってつけてますけども、別にヘタは出せばいいんだし、食べるときに何の問題もありません。それというのもやっぱり無農薬だからなんでしょうか、ちょっと分かりませんけどね。まあ、皆さん有農薬のやつでもやってみたらどうですか、ヘタついたまんま。まあね、農薬のやつは本当に洗わなくちゃいけないからね。うん、あの洗うといえば、私今ね分子栄養学っていうのを勉強してて、ちょっと7月の末にテストがあるんで、ちょっと今焦ってきてるんですけども、難しくてね勉強がそれでね、そのね中で先生がね、ある先生が言ってたんですけど、あのリン酸塩っていうのがよくハムとかさ、加工肉なんかによく使われてるでしょう。あれは何だろう、保存料なのかな、ちょっとよく知らないんですけど、それをね、あの表面洗ったりとか、ちょっとなんか拭いたりとかするだけでも表面のリン酸塩が落ちますので、そういうこともやってみたらどうですかっていう。だからもうその流派、分子栄養学もいろいろ流派があるみたいだよね。あとはまあ栄養療法もいろいろ、皆さんほらもう絶対無農薬じゃないと食べないとかね、いろいろ流派があるでしょう。流派っていうかやり方がね。そこの今私が習ってるとこは、あのスーパーで買える食材で、食べ物でまずは体を良、ね、くするようにしましょうって、こんな枝もついたままやってみちゃうよっていうね、そういうね、なんていうか良心的なあの会派なんてね、なんていう、はい、これが3キロの梅です。でこれが5リッターの瓶で、これが300グラムのお塩、天日海塩2年かけて作ったやつですね。これを入れていきます。これはね、あんまりどんどん音がしない方がいいですけど、もう木で熟してるので甘い匂いがしますね。青い梅買ってきて追熟させてっていう時もいい匂いがするんだっけ。黄色くなるんですよね。これこんな黄色くならなくて青いままやるんですね。もうあの収穫したらなるべくその日のうちにつけてくださいって言われてますんで、言う通りやってます。で、あ、これちょっと入れにくい、
ちょっとパウダー状になってるお塩でちょっと入れにくいですね。つまんで入れるっていうことがちょっとしにくい。あ、でもね、農家まで買いに行かなくてもなんかインターネットでも買えるみたいです。発送しているみたい。ちょっとどう、基熟梅なのか、まあでも次の日ぐらいに届いたらすぐつけてくださいねっていうことなんでしょうね。で、交互にね、お塩を入れていきます。うん、うまく、ちょっとパウダー状なんでこういう感じでやりにくい。あ、でもやればできますね。何でもやればできる。うん、結局その内部にスパイが入り込んでぐちゃぐちゃにされちゃうっていうのが今までのね、何でもそうなんですよね。これは副島先生に全部教わったんですけど、だから昔の左翼運動とかも、なんか内部にその公安のスパイが入り込んで、それでぐちゃぐちゃにされちゃう、内部から崩壊させるっていうのが、まあそれがあちらの手ですよね。いつも、もうこれだけでいいんですよ、梅干しをね。毎日こう優しくね、優しくこう斜めにしてくる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 と、その梅酢が浸かるように、その上の方の梅にまでかかるように、ちょっと毎日一回は回してやって、それで土曜の頃にこの蓋を外してですね、中の蓋も外して、なんかザルをかけたりとか、あとはタオルかけて、まあ、輪ゴムでこう飛ばされないようにして、まあ、とにかくホコリとか虫が入らないようにして、それで、日に当てるんですよね。瓶ごと日に当てるわけ。それを3日ぐらいやると出来上がり。これね、いっぱいいっぱい入れてちょっとこう押したりしてもいいみたいなことをね言われてるんで、ちょっとぎゅうぎゅうって感じで、一番上には必ずお塩。これはね、このビデオはちょっと急いで撮ってるんですよ。なんでかっていうと、梅の時期が終わっちゃうと皆さんの役に立たないから。それで私の学問道場の大事なお友達がですね、ちょっと食料危機を心配してて、で、私はちょっと生意気ですけどアドバイスしまして、まずお米を、農家から直接買うような、そういうルートをちょっと探ってみてくださいって。私はね、友達のお父さんがやっている田んぼの、お米を買ってます。玄米を30キロで9500円。そうすると農家にも余計にお金が入る。中間の手数料がないから、中間業者がいないから、やっぱりそうやってね、普段からそういうふうに直接買ったりしてると、何かあった時に、やっぱり融通してくれるから、食料危機とかね、そういう、もしお米がちょっと手に入らない、前ほらガソリンが買えなかった時がありましたよね。なんでだっけ、
もう忘れちゃったね。ガソリンが全然買えないっていう時があったよね。なんでだっけあれ。そういう時もなんかいつも入れてるガソリンスタンドとかだと、個人がやってるとことかね、そういうとこだとやっぱりあの10リッターだけいいよみたいな感じでね、入れさせてくれたりねしたっていう話聞きましたよ。だからまずそういう何もない平時の時からですね、まずお米をあの買う、農家から直接買うっていうことを実践して仲良くなっておくと。であとは梅干しをつけてくださいって言ったんですよ私。ですっごい簡単な梅干しのつけ方、あの広げて干さなくていいやり方、私動画でアップするからそれ見てやってくださいって言ったんです。あ、なかなか壮観ですね。だからね、10キロ買ったんですよ今年、初めてこんなに買った。去年の梅ね、私こういう無農薬の義塾梅って言うんで、梅干しつけてて美味しいんですよって言ったら1キロ買ってくれた人がいて、ありがとうございました。誰か買ってくれないかなと思ってね、今年はこんなにつけちゃったそうそう、それでね、そういう食料危機、私はあんまり食料危機が来るかなとかあんまり思わないようにしてて、あんまり来るとも思ってないんですけど、そういうね、不安に駆られてるときは行動を起こすとね、不安が飛んでいきます、解消します。なんででしょうね、やっぱりね、行動を起こす、例えばこの梅干しをつけるとかね、いうことはその行為が面白いですから、楽しい楽しい楽しいってなって、で不安もその時間はどこかへ飛びますし、この梅干しなんかはな、毎日毎日ね、ちょっとこう梅酢を回してやったりとかしますからね、楽しいですよね。そういうことを皆さんもどうぞやってみてください。あのスーパーの農薬かかってる梅でいいから買って、でちょっと水で洗ってよく拭いて、ちょっと乾かして、それでつけてもらえばいいんじゃないですかね。じゃあおやすみなさい。